裸の王様は、デンマークの童話作家ハンスクリスチャン・アンデルセンが、本案死1837年に発表した童話である。人間心理の弱点を辛辣に捉えた偶話として、著名な作品であり、アンデルセンの代表作の一つとされる。原作は、スペインの王族フアン・マヌエルが1335年に発表した、偶話集。 ルカノール伯爵に収録された第32は、ある音、イカサマキオリシたちに起こったことである。身の回りに批判者や反対者がいないため、本当の自分がわかっていない権力者の比喩として、用いられる。原話と物語の大枠は変わっていないが、元の話では、馬鹿の目には見えない布地ではなく、貫通から生まれたものには見えない布地であり、王様は裸だと真実を告げるのは、 子供ではなく馬蹄の黒人である。一橋大学附属図書館が公開しているアンデルセンと裸の王様によると主な違いは以下のようになる。岩波文庫の大畑末吉役皇帝の新しい着物をテキストにしてあらすじを記載する。ある国に新しい服が大好きなおしゃれな皇帝がいた。ある日、城下町に二人組の男が 下手屋という触れ込みでやってきた。彼らは自分の地位にふさわしくないものや手に負えない馬鹿者の目には見えない不思議な布地を作ることができるという噂を聞いた皇帝は二人をお城に召し出して大喜びで大金を払い彼らに新しい衣装を注文した。彼らはお城の一室に折り木を設置し早速仕事にかかる。皇帝が大臣を視察にやると 下手屋たちが忙しく追っている、馬鹿者には見えない布地とやらは、大臣の目には全く見えず、彼らは手に何も持っていないように見える。大臣は、大変困るが、皇帝には自分には布地が見えなかったと言えず、下手屋たちが説明する布地の色と柄をそのまま、報告することにした。その後、視察に行った家来は皆、布地は、見事なものでございますと報告する。 最後に皇帝が、直々仕事場に行くと、馬鹿者には見えない布地は、皇帝の目にもさっぱり見えない。皇帝は、うろたえるが、家来たちには見えた布が、自分に見えないとは言えず、布地の出来栄えを大声で称賛し、周囲の家来も調子を合わせて、衣装を褒める。そして、皇帝の新しい衣装が完成すると、皇帝はパレードで、新しい衣装を、お披露目することにし、 見えてもいない衣装を身にまとい、大通りを行進する。集まった国民も、馬鹿者と思われるのをはばかり、看護して衣装を褒め添やす。その中で、沿道にいた一人の、小さな子供が、だけど、何にも来てないよ。と叫び、群衆はざわめいた。何にも来ていらっしゃらないのかと、ざわめきは広がり、ついに皆が、何にも着ていらっしゃらない。と叫び出す中、 皇帝のパレードは続くのだった。二人の詐欺師従来の定説では、外帝の沖縄という筆名を用いた岩本義春が、雑誌、女学雑誌の1888年3月10日号と17日号に、不思議の新衣装という題名で連載したのが講師で、あるとされてきたが、それ以前の1886年11月に、安岡俊二郎が、 ローマ字に翻訳した王の新しき衣装がローマ字雑誌に掲載されていたことが発見された。単行本としては、1888年12月19日に、高橋五郎が在地古字という筆名で、春衝動から冬予期段、王様の死に衣装という題名で刊行したものが最初とされる。その他にも多くの訳が出ていて、帝の死なる衣服、領主の死に、 狂言医大名、気道楽、裸の王様、裸体の王様、霞の衣、皇帝のお召し物などの題名が付けられている。19世紀のアンデルセンの初版本に添えられたイラストでは、皇帝は、すっぱだかではなく下着は着ている。現代の翻訳では、皇帝は、パンツ一枚切りか、全裸であることもある。デンマーク語の現代。 カイセンスナイクルダーを日本語に直訳すると、皇帝の新しい服となる。ドイツ語版の題名、デカイザーズ・ノイエ・クライダーも英語版の題名、ザエンペラーズ・ニュー・クローズもデンマーク語の直訳である。日本では、王様は裸だというわけが知られているが、岩波文庫の大畑末吉役では、だけど、何にも着てやしないじゃないの。と訳されている。デンマーク語の原文と、ドイツ語。 英語の翻訳は以下の通り。裸の王様にはヨーロッパ各地やインドにも類話があり、あるね、トンプソンのタイプインデックスでは昭和、逸話の一種のザ・キングス・ニュー・クローズとして AT1620 という番号が付与されている。また、アメリカの民話学者スティス・トンプソンによる民間文芸のモチーフ作品ではザ・エンペラーズ・ニュー・クローズとして K445 番というモチーフ番号がネイキッドパーソンメイドツービリーブザットヒーイズクローズドとして J2312 というモチーフ番号が付与されている。劇団式はアンデルセンの作品を長年にわたり上演している。裸の王様は1964年初演、台本は寺山修司の手による。ありがとうございます。